主の芸説祭の遺婚主の芸説祭は、聖教会における十二大祭りの一つ。2月15日に祝われる。単に芸説祭とも呼ばれる。カトリック教会では、主の封建に相当する。ルカによる、福音書二章22節から40節に記されている。イース・ハリストスが、生仮民女マリアとイオシフによって神殿に連れて来られた祭の出来事を記憶して祝う。 旧約の立法の定めに従い、生信女と養子府は、イーススを生後40日後に神殿に連れてきて、神に捧げた。この時神殿の近くに住んでいたシメオンという預言者は、イーススを抱き、救世主が到来したことを神に感謝した。この時に感謝して歌った歌が、シメオンの祝文であり、神でもあり人でもあったイーススを抱いたというところから、聖教会ではシメオンを、 抱え神社シメオンと呼ぶ。シメオンが幼子イーススを抱いている場面を描く、イコンには、聖神女、ヨシフ、シメオンのほか、ルカによる、福音書に記述されている予言女アンナが、描かれている。芸術祭は救いを望むすべての人々に、救いがもたらされたこと、シメオンに抱かれたように人の性を取った、救世主が人の立法に従ったように信徒も、また立法を守るべきこと。 ここに洗礼を授けさせるべきことを教えるものであると、される。ありがとうございます。